ずっと一緒にいてくれる？うん。さあ、始まりました。少量チャンネルの翔太です。今日はですね、まずなぜここにいるかというと、りょうちゃんの帰りを待ってます。で、普段は、まあ、大体一緒に帰ったりとか、まあ、どっちかが先に帰ったら駅にお迎えに行ったりとかしてるんですけど、今日は、一人で帰ってきてもらおうと思ってます。というのは、ちょっとこのカメラをこうやって今やってるのは内緒にしてて、まあ、電話して、で、彼とお話しできればなと思ってて、やっぱりその一緒に住んでるとなかなか聞き出せないというか聞きづらい、言いづらいこととかもいっぱいあったりして、彼とどういう会話をしてるかとか、そういうのを、まあ、ここで見せれればと思ってて、で、まあなかなか一緒に暮らしてると言いづらいこととかを電話でお話しできればと思って今回やりました。ちょっと半分騙す形になるのでちょっと心苦しくもあるんですけど、まあちょっと今回はやっていこうと思うので見ててください。それでは行ってみよう。それでは、駅に着いたみたいなので、彼に電話したいと思います。緊張する。もしもし。もしもーし。お疲れ様。うん。疲れた。疲れた？忙しかった？寝なしで電話なんて。まあそうだね。いや別に特に何もないんだけど。うん。なんで今日駅まで迎えに来てくれないの？いやまあ今日はちょっといいかなと思って。なんでだよ。いやなんかこうやってさなんか一緒に暮らしてるとさこうやって電話することってまずないでしょ。うん。だからなんていうか。で、しかも、何付き合いたての時とかさ、一緒に住む前とかさ、うん、なんか、うん、夜電話一緒にしてたじゃん。ああ、そうだね、してたね。懐かしいね。懐かしいね。なんで急に？いや、別に、なんでもないんだけど。うん。いや、なんでそれ？いや、なんか、さあ、そう、なんかこういうの。うん？なんか、どうしたの？え、別に、どうもしてないよ。どうもしてないんだけど。うん。いや、なんか、俺のこと、好き？当たり前じゃん。好きだよ。よかった。何それ。いや、なんか、翔太は？翔太は？俺？うん。俺も好き。いや、こういう好きとかさ、言わないじゃん、普段。え、そう言ってるよ。そうかな。言ってないかな。なんとも。でもなんか、一緒に住んでると、ありがたみとかはなくな、薄れてくかなとは思うかな。ああ、確かにね。うん。それはあるかもしれない。で、なんか俺ら別に真面目な話もしないじゃん、普段。そう、別に。え？え？真面目な話とかさ、しないじゃん。そう？そうだよ、全然。そっか。うん。だから、まあなんか、好きとか聞けてよかったな。うん。恥ずかしい。なんだ、そら。ずっと一緒にいてくれる？うん。当たり前じゃん。うん、ありがとう。翔ちゃんも一緒にいてよ。いる。うん。ずっといる。うん。
何急にどうしたの何何でもない。喧嘩してもほっぽかないでね。うん、逆に翔太もね。いや俺はちょっとなんかその年齢に追いつかない部分が多いから多分まだまだ子供なんだけど。いやいやそんなことないと思う。うん、うん、もうすぐもう公園の近くに行くよ。あ、ほんと？じゃあうんうん待ってるね。はーい、じゃあね。じゃあね、はーい。あーやばい、泣きそうなんて言うんだ。いやなんかこういうのなんかこういう風になると思わなかったけどなんかあーやばい泣きそうになっちゃう。嬉しい、嬉しいです。はあ、ちょっと待ってもう帰ってきちゃうから、まあちょっと最後にちょっと騙した感じにもなるので、彼にハグしてあげて終わりたいと思います。やっぱりいい人だった、本当に。大事にしなきゃね。あーだいま、おかえり。なに、なに電話して、普段の僕らの会話とか、いろいろ、やりました。もし、これが面白いと思っていただいたら、高評価のボタンと、チャンネル登録をよろしくお願いします。やば。では、また。変なこと言わなくてよかったじゃん。よかったね。いい子、いい子。